ディ、えー、D、ラーバで勉強させていただいたおかげで10年ぶりに彼女ができましたおめでとうございます。えー、先日その。 彼女と初めてホテルに行ったんですが、いざ挿入という時に男のメンツが立たなくなりました。その日は ED かもという不安であとた。焦りで挿入まで行きませんでした。立たない時、ED 治療2本ありますかちなみに現在35歳、全日中はビン,ビンでしたということ。あ、これはね、多分慣れの問題だけですね。はい。まあ普通に人、あの男性特にそする緊張感とかによって、やっぱりその血流とかあの筋肉のコントロールってうがうまくいかなくなると、まあ慣れちゃったりすることが結構起きるんですよ。だからそういう意味で言うと、うん、一応ね、空ゲルエクササイズとか、軽ゲルエクササイズっていう方法があって、これ D ラブの方で 検索しても出てくると思うんですけど、そうた男性のね、男性力を高めるみたいな筋トレみたいなものがありまして。損とかやってもらうと、まあ、いわゆる中折れみたいな現象には効くってふうに言われているので、そういうのもいいかもしれませんね。あとは、まあ、そうだな。科学的にどこまで効くのか怪しいけど、シトルリンとか。まあ、あとはね、えっと、予品瓶とかはね、実はめちゃくちゃ効くんですけど、あれはちょっと副作用とかもあるので。まあ、あんまおすめはしないんですが、そこら辺とか使ってもいいかもしれないですね。ただ、あのね、焦ってすぐ入れようとかしなくていいと思います。中折れしたら。 まあ別に話したってトークにね戻したっていいし別にそのね無理にしなくたって別にいいと思うのでで入れる以外にもね女性を満足する方法なんていくらでもあると思うのでむしろそのこれをしなくちゃいけないっていうその感覚がおそらくその緊張感を作り出しちゃってるのでそこら辺から考え方を変えてったらいいんじゃないかなと思いますけどねで大丈夫ですよ誰でもあるんでそういうことって誰でもあるんでうん。 またヒートとかやってると僕なんかはもう全然なんかこうなんかね、まあ、ないないとか心配機能が上がるともう永遠にできるんで、うん、やろうと思えばねそうっていうのもあると思うんでだからまあ心配機能を鍛えながらそういうのやってみるのはいいかもしれませんね区切り消させていいですよはい概要欄とコメント欄から d ラボとオーディオブックが無料体験できますぜひチェックしてみてくださいそれではバイバーイ